はい、皆さんこんにちは、スキーです。トルシンです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日はですね、ブルーベリーの木の下が草刈り機にちょっと突っ込めないので、新芽が下からこう出てくるからですね、機械とか農具とかが使えないので手作業で草取りをしてないかんです。楽しみさんもちょっと手伝ってくれるということですので、子供たちの収穫のためにもですね、ちょっと草刈りしましょうかね。じゃあお付き合いよろしくお願いいたします。じゃあ頑張っていきましょう。カメラが追いつかんだよ。カメラが追いつかって。カメラを撮った時にもう草がねぐらっちゅらよ。性格じゃない。うん？俺はもう大体でいいけど。やる時にやっちゃかんないよ。どうせ伸びてくるから。はい、あっという間でした。ここもいつものあの茅が長いやつですね、ススキみたいなのが硬いところも。楽しみさんのパワフルな草刈りで、草取りで好きです。ここは鶴がえらい巻いちゃったとこですけど、今のとこ伸びちょらんですね。私も新芽がいっぱい伸びてます。ここはのあれが山芋が伸びてですね。そういえばムカゴなんか取ったことあるがね、うん、取ったがね、ここね、でかいのは美味しいんだけどね。いいですか？でかいのは美味しいんだけど甘いよね、うん、たまに甘いのがあるよね。水分補給せんと。はい、ということで、あっという間ね。暑い。15分ぐらい10分ぐらい10分ぐらいじゃない10分ぐらいまあ、あとこう取った草はナイロンこうでバシバシ叩いて粉砕するから後でね、うん、ああよろしくお願いします。草刈りした時にお前、私がこう処理した時1時間ばっかりかかってしたけど、あっちゅうまね、正確ですね、多分。はい、まあ、適当やからですよ、私はペペペッて、えらい残っちゃったもんね、はい、あと取ってあるあのついてさらがないかんかったと思う。まあでも2人でやればあっちゅうまで助かりました、はい、これで子供たちもちょっとね収穫しやすいんじゃないかと、はい、また後で今日は草刈りして、はい、綺麗に子供が食えるようにね、はい、帰ってきたら、うん、いつもやもんね、デザートタイムなんで。次男坊は食いすぎてねお腹がゆるくなったね、海弁、海弁に次ぐ海弁でね、うん、本当にすごいよね、ブルーベリー効果ブルーベリーすごいね、本当ね、すごいね、通るよ ね、お腹のね、うん、通りが良くなるよね、うん、本当に、うん、すごいもんね。自然を満喫できるように環境整備しっかりしていきたいと思います。はい、ということで簡単ではありましたが草取り頑張りました。もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。